皆さんこんにちは。今日ですねここでお招きにあっていただいてですね、ちょっと日本人とユダヤ人の問題、特に二十歳の問題をね喋りたいと思うんですね。これは本当に日本とユダヤ人あるいはイスラエル人との関係においてはね大変重要な問題で、日本においてもですねこれはもうこれまでね日本の文化っていうのは常にこう中国と朝鮮から来たということがね基本で、それよりももっと西の人たちが来たということをほとんど誰も真面目に研究しなかった。特に大学でですねそれを真面目に取り上げなかったんですね。ですからみんな宗教関係の人だけがまあキリスト教のこう宣伝のついでにですねそれをこう取り入れてね日本にもそういう人がいたっていう、あるいは同窓論なんていうのがあったんですけども、実を言うと そこにはもう徹底的な証拠がなかったもんですからね。ですから結局多くの人は信じなかったんですね。ですからみんなやはり無視していて、相変わらず朝鮮中国から日本に文化がやってきたんだと、先進文化がと称してですね。しかし今もだんだんとですね世の中が落ち着いて、戦後75年になって、日本人もやっとですねある種のコンプレックスっていうか、もちろん中国朝鮮コンプレックス、あるいは特に西洋コンプレックスですね、そういうアメリカコンプレックスとか、やっぱり日本人が負けたっていう意識をね、戦争で負けたっていうことなんでことがあったもんですからね、それで当然そういう外国人に対して、勝利国に対してですねそういうコンプレックスを持っているのは仕方がないんですけど、今やっとですね我々がこのさまざまな教科書の問題とかね、あるいは歴史そのものをねもう一回検討しようということでね立ち上がったために、今だんだん空気が変わってきて、今真面目にですね歴史そのものを見ようというそういうことになってきたわけで、私は今度のですね最近のイタリアイスラエル日本学会に出席しましてね、でイスラエルアソシエーション・フォー・ジャパニーズ・スタディーズという、このあれで学会でですねここにシロニー先生の後私が発表してきた、これはどういうことかっていうとですね日本にですね埴輪の中にですね、こういう埴輪っていうのは皆さんご存知かどうか、イスラエルの方は知らないかもしれませんけれど、こういう人物の姿をした人物埴輪があるわけね、フィギュアですね。でこういう埴輪がですね実を言うととてもねユダヤ人に似てるっていうことが分かってきたんですね。でこのことはですね、ですから例えばこういう姿を見るとですね、今のユダヤ人のユダヤ教徒でしょうけれども、当時がですねこういうユダヤ人的な像がたくさんあったっていうことだね。でもちろんこういうことに気がつかなかった人はいないとは全くいなかったとは思いませんけれども、学会ではですねほとんどこういう人たちがユダヤ人であるということを認識しなかったんですね。で私は西洋美術も、日本美術史をね東西やってますから、西の東もやってるもんですから、それでやはりこういう埴輪も一つの研究対象であったわけね。でそこでですねどうもこれはイタリア人がよく似てる。私は西洋イタリアとフランスとですねドイツで勉強して、フランスで博士号を取ったんですけども、西洋美術をね非常に専門にしているもんですから、西洋のこういろんな形あるいは人物そういうこの研究をですねやってきて、これは明らかにユダヤ人じゃないかということをね強く認識しているわけです。それから前にも皆さんもご存知かもしれませんけど山伏なんかもねやはりこうちょっとそのユダヤのこういうラビのねあれです、似ているところがあるわけです。で考えてみるとですね、このちょっと、ユーラシア大陸のですね地図を考えると、イスラエルからですねここからここまで非常に遠いわけですね。しかし遠いけれどもね実を言うとですね私が調べたところですね非常にそういう聖書の中にですね言葉があるんですね。でそれをちょっと私も研究しここにあるんですね研究したわけです。そうするとね面白い言葉があるんですね。新明記にですねこの「主は地の果ての果てまでのすべての国々の民の中に」あなたを散らすというね、あなたはこれは新明記の28章60 36節ですね。すべてをあなたを散らすと、あなたはそのところであなたもあなたのですね先祖たちも知らなかった木や谷の他の木や石や他の神々に仕えるっていうねなんか不思議な言葉が書いてある。つまり地の果ての国ですのそこの木や石のこういったあるいはその他の神々に仕えると書いてある。これは新明記ですからねユダヤ人がだから地の果てまで行ってですねそういう石や木や石っていうのは自然ですよね。こんなものに使えると書いてあるんですね。不思議な言葉がある。でそれ以外もねいろいろと私はこの聖書にあたってみるとかなり日本に来たあるいは日本を知っているというね表現が数々見えるわけです。つまり我々はですね日本人はちょうど木や石を自然神としてね、これはもちろん山もそうですし海もそうですしねそれからまずは太陽ですよね。こういう自然にある太陽や月をですねみんな信じるんですね。これが神道なんです。神道っていうのは私は自然道と言ってるんですけどね自然を敬う。で日本っていうのはですね本当に温帯地方にありますからね四季がはっきりしてるしそして自然水が豊かだしねそれからやはり全てのこれは縄文時代ですよね。縄文時代と言われる時代はねまるで原始時代みたいなことを日本人はよく言うんですけどそうじゃなくて立派な文化の時代でですねで私は日高見国というそういう国の名前でねこの前著が高間ヶ原というね神話に書かれたこの世界っていうのは実を言うと現実の世界だったっていうことをね発見したんですね。でそれは高間ヶ原っていう地方のこれはですね日高見国という国だ、それを直接言うよりも高間原っていう土地の名前がですね茨城地方に3か所もあるんですね。で筑波山の下に南にもあるしそれから鹿島神宮の近くにもあるしですね茨城にみんな高間原っていう土地があるんですね。高間原っていうのはまさに有名な天国だったわけに見えたわけですね。だから日本人は高間原っていうともう天国だと思っていましたから抽象的なねこう全く存在しなかった単なるイマジネーションの世界だということでねまあ幻想だということで、ですから日本人の多くはね、マルクシストが多いから非常にこうそういう宗教や精神的なものを否定してしまった歴史家が多いもんですから全くそれがですね見えなかったんですね。だからそんなものは嘘だと、そんなものはもう歴史として考える必要はないということで戦後ずっと来てしまった。多くの人たちはまだそうなんですけれども、私たちはねやっぱりちゃんと見なくちゃいけない。私は美術史をやってるもんですから具体的なね形から見なくちゃいけない。そういうふうに別にイデオロギーとかなんとかいいんじゃなくて学問の方法としてですねそういった方向で来てるわけでね。そうしますとねやはりこういうユダヤ人が似たですね姿がこう出てきますとねこれが証拠になるんですね。でこれは柴山遺跡というところのものですけれどもたくさんあるんです。これはもう日本中あると言ってもいいですね。ですからこういう各地にいろいろあるんですけどねこれはもうちょうどこのことはですねこういうこの本を出してまして、でユダヤ人埴輪がねたくさんあるっていうことをねもう書いてるし、それからこういうその影響もですねミズラっていうねミズラがユダヤ人、これはもうレビ記にですねユダヤ人っていうのはミズラをつけなさいということが書いてあるわけね。だからもう旧約の聖書にも書いてありますから当然こういうものがつけてですね来た。これはちょうど紀元後 3,4 世紀ねこういうものが作られてるわけ、こういう埴輪がですね。ですからこの紀元 3,4 世紀ですからねもっと前にもう来てる。私はだいたい3波ぐらいですね波で彼らが日本に来てると思う。でこれまではですね多くの歴史家がですね日本は中国や朝鮮あるいは東南アジアから来たいろいろな文化をねそれが集まってるんだということでね認識があったわけですけれども、私はさらにねつまりもっと遠いユダヤ人の文化が来てると。で幸いですね今 DNA 鑑定がねしきりに血液を鑑定するそういうこの鑑定が進んでましてですね意外に朝鮮や中国にない血液型が日本にあると。それはいろんな分析の方法があるんですけれども D2 というですね型があって、これがですねちょうど日本に 40% ぐらいの D2 という型のね血液があるということが認識されていて、でこれはまさに朝鮮や中国にはないんですね。人にはない。で誰に近いかというとイスラエルねユダヤ人に近い。これがE という D と E とねとっても似てるわけですが、こういう非常に近接した血液型が日本とユダヤにあるということが分かってきたんでね。こういうこともあって彼らが来たということはどうもこの埴輪のこのある意味で決定的な証拠で、この埴輪もですね単に一箇所だけじゃなくて関東中、それからここにも分布図が書いてありますけれども関東中あるし、それから東北に多いんですけれども、しかし関西にもねやはり大阪府近辺にあるしですね、非常にこう分布しているということが分かる。つまりこれだけ多くのユダヤ人がやってきたということね。でこれはね、これまでのこう歴史を全く変えなくちゃいけないということが分かる。で多くの方がですね、ご存知と思うんですけれども、赤穂のですね、なんか畑川勝が最後死んだところのですね土地では大崎神社っていうのが、その神主あるいは宮司さんが非常によく、まあそういうことをこの大崎神社の中にですね、階段が12段とか井戸がですね、やはりそういうこのやっぱり12のこう数をですね、円での形で示しているとか、いろんなね証拠があるんです。そしてこういうですねこういうお面がですね、これがまさに大崎神社のですね蘭陵王というね、こうお面もそこの大崎神社が持ってるわけですね。でこれはですね、当時の猿楽とかですね、これは5世紀6世紀日本にですね秦氏が持ってきたと言われるわけですが、こういうお面を持ってきて、そのお面がですねやっぱりユダヤ人と似てる。日本人にとってはね、ユダヤ人というのは鼻が高くてですね、そして背が高くてですね、そういうこういかにも外人というだけどもね、この時代がこういうですね3人に1人はねこういう人たちだっていうことが今分かってきて、これは「新鮮小十録」というね、これは8世紀9世紀のものですけれども、京都近辺がどういう人が住んでいたかっていうことをね記録して氏族名が書いてある。でこの中でね、皇族、親族、親別というんですけどね、親別、皇別、そして外来系の人たち、これがですねいる3分の1ずついるっていうことを言ってるわけ。でこの神別というのはね、実を言うと神様の部族系列でね、それから皇別というのは天皇家、つまり神武天皇以後のね士族たち、それから藩別というか藩というね、これはもう外国の人たちで、これがですね3人に1人はこの外国から来た人たちだっていう、それの系列だっていうことが認識されてる。で神別というのはね、実を言うと高間原系というね、高間原の神々、これは藤原氏とかね、物部氏とかっていう、これは実を言うとね、鹿島神宮、香取神宮という関東から来た人たちが神になってる、これがはっきりしてるね。それから皇別というのはね、神武天皇がお付きになった後ですね、そこから派生したいろいろなですね士族たちが入ってる、蘇我氏もその一人ですけどね。でそういう人たちが日本に住んでる。そしてこの諸藩という、さっき言った藩、これが今言ったような帰化人たちなんですけれども、この帰化人の3分の1はね秦氏だった。で秦氏っていうのはいつ来たかっていう問題は、先ほどちょっと触れましたけれども、大体ですねやはり彼らが離散する時、例えば紀元前720年にですねアッシリアに国を追われた人たちの10氏族がですね日本にやってきたということが考えられる。それから2番目はですね実を言うと秦の始皇帝のですねが222年紀元前220年から205年ぐらいまでですね続くわけです。非常に短い間です。しかしここで秦の始皇帝が中国をね統一したわけですね。ですからそういうことでね、中国を統一したで私はこのね真の始皇帝のことも調べたんですよ。そして実際にもちろん中国に行っても調べたんですけれども、どうもねこの真の始皇帝もユダヤ人なんですね。でこれはねあの頃大体中国を統一するなんていうことはね、相当このいわゆる騎馬民族のこう強さがないとねできない。で果たしこの場合の同じ真の始皇帝の真っていうのと果たしの同じ字を書くわけです。ですからこういうこの真の始皇帝の一族がその後漢というね、これはまさに中国のですね人々が統治したわけです。これによって追われてしまうんですね。でこの真の始皇帝の追われた人たちがまた中央アジアに戻ったりね、結局これがですね後になって日本にやってくるんです。これはまさに応神天皇というねちょうど4世紀の天皇の時期にですねやってくるわけですね。でこういうことでね非常にこの日本の王朝に対してもですね非常に影響を与えるぐらいに何度かやってくる。で3番目はですね、どうもこれは紀元後60年70年のですねちょうどローマ帝国がイスラエルを占領するわけですね。そしてそこで反乱を起こしたりしてですね、でその時代のイスラエル人がユダヤ人がですね、これがまたディアスポラになってシルクロードあるいは船を使ってですね日本にまでやってきてるんですね。で彼らはですね他の国の人たち、ペルシャ人とかねシュメール人とかいろいろな人たちもいたんですけれども、これはもうみんな帰る国があるわけですね。やはりそう自分たちの国を言葉もね風習も違いますから外に簡単に行かないんです。だけどユダヤ人だけはですね帰るところがない。イスラエルが占領されてますからね帰るところがないんです。まさに皆さんがイスラエルの方が知っているようにですね2000年のもうディアスポラの時代になったわけですね。でそうするとね他の国に行ってなんとかその他の国で住もうとする、あるいは生活して商売をしようとするわけね。しかしねどこの国もですねやっぱりユダヤ人っていうのはちょっと特殊だからいろんな民族がいることでね、でユダヤ人がやはり孤立したりですね追放されたりするわけですね。で最後に日本にやってきますとね、実を言うと日本っていうのは土地も大きいしですね、それからもう緑も水もあるしですね、誰を受け入れても日本は全然平和ですからね。大体縄文時代っていうのは16,500 年前からですね紀元前 1,000 年までですねほとんど戦争をしたことがない。つまり骨が出てきてもそれが大量にですね傷つけられてるとかね矢で射たれたとかね殴られたとか殺された、そういう大量の死の証拠がないんですね。ですから非常にわずかな人が狩猟か何かでですね死んだかぐらいなもんですね。ですから非常になぜ日本は平和かっていうとですね、大体女子供でも生きられる自然環境があるんですね。川が流れてるし海があるしですね、海のところではみんな貝を食べるね。それからこの三内丸山なんていうね縄文時代の一番栄えた時期に東北地方の青森でですね、おそらく 1,000 人ぐらいの、あるいはもっと多くの人たちが住んでいた集落がね見つかって、それはかなり大きなもの、11も塔があってですね、で素晴らしい集会場とかね塔があったり、その600棟ぐらいのね家が、竪穴住居っていう、これは一見ですね貧しい家みたいに見えますけれども、非常に合理的な土っていうのはですね、土を掘ってそこの上に建てるわけで、これがですね、かえって土っていうのは夏涼しくて冬あったかいというね、そういう土の性格があるわけですね。ですから日本はそういうところに家を建ててね、わらぶきなり土を固めて、でそういうところに住んでいた。ですからね、そして周りは木があり、栗を食べたね、木がありますからね、栗を食べたり木の実を食べたりですね、別に米を作る必要はなくても十分にですね生きていた。だからそれからまた貝があればね、もう貝の食べた後がね、貝塚が非常にたくさん各地にある、特に関東東北に多いですね。で関東東北っていうのは何か、これもねちょっと重要なことなんです。日本っていうのはね、日が昇るとこだということでね、これはですから日本っていうのもね、日本っていうのは日の元なんです。それから今ご存知のように国旗がですね太陽ね、日の丸というわけで、これは何かっていうとね、日本はもともと太陽が昇る国だ。フランス語でルソレイル・ルバンっていうと、それはそのものが日本のことを示すわけね。でこういう認識が西洋の人にあったもんですから、やはりですね日本に来るっていうことは太陽を昇る国に来るんだということがあって、でこれはね、宗教っていうのは大体太陽神頃から始まるんですね。エジプトも太陽神ラーがおり、でこの船の一番先頭にラーがいるわけですね。で船で漕ぎ出すと太陽に向かっていくということで太陽神ラーがある。これはね面白いのはですね、アゼルバイジャンのですねこれはですね、ここに書いたかな、結局船に出るとですね、やはり船のへさきがね太陽が光ってるんですよ。でこの太陽が光る、それは何かというと、船で出た人々は太陽が昇る国に行くんだっていうことをね言ってるわけですよね。これちょっと今後で出しますけれども、そういう国のね位置がね、やはり太陽が昇る国だっていうことで人々がやってきたんだなっていうことが、それでわかるわけですね。でそういうことがね、私はね日本のそれぐらいのですね位置っていうものが遠いですよね、とにかく。だからイスラエルから日本が非常に遠いっていうことでね、やはり彼らが来るなんてこととんでもないだろうと思っていた。それはもうずっとそうでした。もう明治までそうですし、同祖論なんていうのは明治に出ているはいるんですけれども、やはり来たという実感がですねほとんど湧かなかったんですね。しかしこれでこの埴輪でですねはっきり分かってくると、こういうことがですね実際にあったんだっていうことがね分かってきたわけですね。で私はねこのユダヤ人埴輪のがあったっていうことでね日本の歴史観が全くガラッと変わってしまった、ね、でこれまではね中国や朝鮮の文化が日本にね来たそれで支配されたんだということをねこう信じ込んでいますからね皆さんもそう思ってるんですよ。でアーノルド・トインビーなんかもですねその中国文化の一つだということを言ってきた。しかしこれはサミュエル・ハンチントンという人がね最近はやっと八大文明っていって中国と違う日本は一国の文明だっていうことを言い始めたわけですね。その一国の人名っていうのは何が違うのか中国とねこれは神道というものがねはっきりこう日本にですね根付いてるからでこのことがねその重要なんですね。でここにですねその3番目の動きさっき言った3、4世紀に日本に来た人が秦氏っていうんです。さっき言ったように秦の始皇帝の秦っていうのも秦なんですね日本名でいうと。その人たちがね日本にやってきた。そしてこれがね秦川勝という人なんです。でこれはまさにこう広隆寺っていうね今皆さん京都に行かれると広隆寺にねこの肖像があるんです。これが、ね、どうもユダヤ人らしいんですね。もちろんちょっともうすでに2代3代日本でね過ごしている人たちがいるとね当然日本化してますからね。しかし日本人にしてはねこれどうも厳しい顔してる。これ鼻が高くてですねこう非常にこうそのまさに日本人は穏やかな顔をしてるんですけどこの人は厳しい顔をしてるね。でこれは奥さんはこれはね日本人だったんだろうと思うんですね。でこの秦川勝っていう人がですね3つの流れの最後に来てですねそして日本をこう非常に理解するんですね。この理解の仕方っていうのはね結局ちょうどこの時代にですね聖徳太子っていう方がおられる。これはまさに日本のある種の建国の父というかねそういう日本人にとってはこう、大思想家なんですね。この方が6世紀から7世紀の初めにかけて、ちょうど今年721年621年に亡くなられましたから、今年がちょうど1300年ぐらいなんですけどこの聖徳太子にこの秦川勝がですね非常にこう近くいて助けた。あるいはその前のずっと先ほどちょっと言いました応神天皇がですね弓月国というところから多くのですねユダヤ人弓月国っていうのもさっき言いましたように秦の始皇帝の流れがね中央アジアに逃げたっていうかねそういう人たちが行ってですねそして弓月国から日本に行きたい。それで応神天皇の連絡して白木がどうもね自分たちの行くのを拒んでるからそれを応神天皇に頼んでねそれをやっつけてくれとそれを攻撃してくれとそして通してくれということでね17,800 人の人たちねそれぐらいのたくさんの人が一気に日本にやってきたんですね。これが私は秦氏の始まり多くのね大量にやってきた。これがですね大体4世紀の終わり頃ですね子供はいないかないやでも秦氏っていうのはずっといますからねだから秦氏族がずっと続いて子供もいると思いますよ確か。でもそれは出てるかな。あとはね、だからこの人がもう重要な役割をする。川勝つっていうのはどういう意味かっていうとね、川に勝つって言うんですよ。で川に勝つっていうのは何かっていうとね、考え、つまり京都はね、非常にこう鴨川とかね、桂川とか川でね、川が氾濫しちゃうんですね。でそれをね、川に勝った、つまり川を整地してちゃんと川をね固定して洪水が行われないようにしてるんですね。だからそれだけ尊敬してる されてるわけです。でこれはね、京都はユダヤ人埴輪が作ったっていう本 で京都の皆さんが京都に来られればね、いろんなところに彼らが作った神社が多いですね。これはね、まあ私は松尾大社のことを言いましたけど、実を言うとね、鴨神社とかね、それからもうあらゆる伏見稲荷とかね、八坂神社、それから上鴨神社、大嶽神社ね、石清水八幡宮、もう日本はね、大体秦氏が作った神社が多いんですよ。圧倒的に多い。だから今16,000ぐらいね、まあ神社は仏閣ありますけどもね、ほとんどが秦氏が関わってる可能性があるんでね、まあ、そういうのもね、研究すれば研究するほどいろいろと分かってくるんですね。で彼らが必ずしもね、だから一神教とかああいうこうまああらゆる可能性をユダヤ人たちがね持っていて、そこで日本で来て初めてある意味で平和な国をね、まさにエデンの東、パラダイスを日本でね作ったということで、そういうことをねどうももう最初から旧約が書いてる。まあ、これがちょっと面白いところで、やっぱり彼らは素晴らしい民族だっていうのがよくわかるんですね。まあそれでこの本もね、実を言うと30の発見なんですけどもね、やはりこの秦氏の発見が一番ね、日本は天皇を中心にする最高の文化国家だ、この時に例えば桓武天皇のね御陵、今皇居、あれはね畑川勝の土地だったんですね。天皇の土地が畑川勝の土地だったっていうことが今分かってるんです。だからこういうことを、ね、今までほとんど言われなかったのは、日本では朝鮮や中国人がね非常に強いもんだから、まあ、人々もそう思ってしまったんですね。でもね、決してそれは誤り正しくないんですね。誤りだったということで、まあこういうこともね、これからぜひ共同研究をしたいと思うね。特に言葉ですね。言葉はね、もう私はまあ全部ノートしてるんですけど、やはりユダヤから来た言葉が非常に多いっていうことをどの程度確認できるか。例えば書くっていうことは、日本はねいわゆる文字が使わなかったね、長い間。で文字が使わなかったから書くっていう言葉がないはずなのね。ところが秦氏が来てですね、で文字を使うようになったのと、秦氏が来たのと同じ時期なんですね。ですからそこで作られたのが日本の動詞と、あるいは名詞。それからね、お相撲もそうなんね。お相撲もその時のこの大きな人は日本にあまり少ないですからね、そういう人たちが戦った結果、相撲っていうのが出てきたわけで、ちょうど同じ時期なんですね。だからやはりそういう意味でもですね、日本の伝統を自らユダヤ人が作ったということを言っている。それも全てこう日本化していく中でこう平和的にねこうそしてもう争いもない世界として使っていくっていうその選択もね彼らが畑さんがやってる。だからこの畑川勝が実を言うと脳のね皆さん脳シアターねあの人の元だっていうことを言ってるわけね。これを彼らが作ったというかまあそのこともねこの本に書いてますから、まあ、ぜひこれはね日本の神話日本のミトロジー・オブ・ジャパン・アンドアシミレーテッド・ジュースという意味で同化ユダヤ人がこう神話を作ったさっき言ったはですねまあ畑の川勝の時代あるいはまあその後のですねまさに「古事記」を作った人も稗枝のアレっていうのもユダヤ人なんですね。まあそういうまあ一つの大きな仮説ではあるけれどもそれこそがね日本の文化を作ったということが言えるんで、まあ、ぜひ日本に来てですねこうそれを確かめてほしいんですね。まあ、例えばそれからね始皇帝もねどうもユダヤ人だと私は思うんですね。でここに作られたねユダヤ人の姿非常に堂々としてねちょっとねこうユダヤ人としか中国人とは到底思えないですね。つまり漢民族とは到底思えない。ですからもうこっからね中国からね歴史がこうユダヤ人によって変えられたっていうことをねでそれが日本まで来ることによって完全にここでまた同化してですねでこういう面がちょうど作られるんだ。でこれが埴輪ですからねもう鼻が高いしまあこっちは目がねこうらんらんと輝いてますけどでこういう面が当時の面がねさっき言った大崎神社にあるわけです。でこれも鼻がね妙にこうまあユダヤ人はこうあんまりこういうこと言われるとね自分たちだけじゃないっていうでしょうけどやっぱり日本人はやっぱりそういうものとして最初は見ていたんだろうと思うんで。まあまあ、そういうことですねまあしかしそれ以前にもですね3世紀頃からもローマからねユダヤ人たちが逃げてきたということもあると思う。それは何かっていうとねこの非常に大きなですねまあ、古墳が作られるわけですね。でこの古墳っていうのはですねここにちょっと大きなあれはないんですけど、まあ、こういうこの埴輪っていうものがまあ、作られたわけで、まあ、この埴輪にそれが出てきたわけですけどねでもこの古墳というものにつけられているものがね埴輪なんですよ。ですからこの埴輪っていうのはまあ非常にいろんなものがねこう像が出てくるわけですけどここにですねこういう人物埴輪に畑氏がユダヤ人が出てくるわけですね。でまあこの文化っていうのはまあ皆さんはどの程度お分かりかどうか知りませんけれどこう巨大なねまさに墳墓、ね、ができてくるわけです。で、まあ、今はこういうこの原型はねほとんど緑のね今はもう前方後円墳というとですね緑の単なる公園みたいになっててその全部木に覆われてるんですが実際はねこうした構築物だった。まあ特にこういうですねでこういう構築物だったっていうことがね今、まあ、ほとんどその原型にこう復元しているものは少ないもんですから、結局単なる緑のね、まあ一応その周りにお堀があってですね、非常にまあ美しい公園になっては、まあ、いるわけです。それは天皇のお墓だったんですね。天皇のお墓、それから多くの豪族たちのお墓、墓だった。でそこにね、埴輪がこうやってね、周りに埋められる、飾られるわけで、そこにユダヤ人の埴輪が出てきたわけですから、まあそういうことは何を表すかっていうと、その亡くなられたですね、こう天皇のこの、まあ、崩御された天皇の陪臣、つまりそこに仕えていた人としてのユダヤ人という形で並べられてるわけですね。で特にそれがですね、関東に多いわけですね。まあいろんな、これは埴輪のですね顔なんですけど、まあ非常に単純といえばまあ単純、そして幼い表現といえばそうだから、素人がね作ったんだろうと思うんです。まあ、しかしいずれにしてもですね、例えばこう常にここにね水面があるんですよ。ですから水面があるということは、これはレビ記でですね、ユダヤ人というのは必ずこれをつけろということが言って、それを忠実に守った人たちが日本にやってきたということですね。でそれがもう結構大量に、先ほどちょっと18,000人がぐらい来たっていうことを言いましたけど、日本の人口がですねそんなにこう多いわけじゃないから、それだけ一気に来るとですね、まあ大変なことなんですね。ですからそれが全国に散っていくという形になったのが、まあこの例えばまあこの埴輪で、例えばこういう軍人の埴輪ですね、それからまあこれは女性ですけれど、みんなまあ少しこれはこういうね必ずこう水面をつけてる。これまではですね、こういう水面をつけてるのは意味が分からなかったんですね。でこういう風習はもうね8世紀で途絶えてるんです。しかしなぜこれをつけていたかが今まで分からなかったんですけど、幸い私は西洋美術史を研究しているもんですから、そういう形がねすぐまあユダヤ人だっていうのは分かったんで、まあこれまでのそれが分かんなかったことは、結局日本美術をやってる、日本の歴史をしてる人はですね、日本のことしか知らないからですね、外国のことを知らないとこれがどういう意味があるかっていうのは分からなかったね。ですからそれを私がまあ説いたと言ってもいい。まあ、幸いですね今大変な方を受け入れられて、まあ特にですね加瀬先生っていうのはまあ私の友人なんですけれども、ユダヤのことをよく研究されていた方で、その方がやっとこれでね、この姿が私が発見したっていうことでやっと確信できたということをおっしゃってるね。これまではね結構いろんな人が言ってたことは言ってたんですね。まあそれはもうもちろん特殊な人ですけれども、しかしそれを顕在化する、よりこう明らかに上に出すと、こうつまり歴史の表に出すということをしなかった。ですからね、私はまあユダヤ人という人とまあたくさん付き合ってますが、西洋美術史を研究している時にもね、多くの先生が私のまあいろんなねこう大学に行きますと、大体優れた先生はみんなユダヤ人なんですね。ですから私はフランス、イタリア、ドイツに研究してきます。全部その私の友人となったのはユダヤ人なんです。だけどみんなイタリア人でもあるし、フランス人でもあるし、ドイツ人でもあるわけでね。ですからそれは何かっていうと、全部顕在化しちゃうんです、ユダヤ人という言葉が。日本も同じなんですよね。だから日本ではですね、もうさらに人種が違いますからね。ですからもし今でもですね、それともう10世紀15世紀ぐらい、もうすでに二十歳の時代からこの時代からね、まあ16世紀17世紀経ってますから、全部ね日本人のような顔になってしまうね。10世紀ぐらいまではね、10世紀から13世紀ぐらいまで、少なくとも彼らが来て10世紀の間はかなりやはり彼らはね、特殊な顔をしているという感じで見られたわけです。しかし日本人はあんまりこう外国人に対してね、今でもそうです、とっても優しいんですね。そしてかえって歓迎するんですね、そういう異質の人たちをね。で、非常に今でも多くの人がね日本に来ると、とても人々が優しい、親切だということ、これはもうずっと続けているわけです。ですから二十歳もね、自分たちが差別されているっていうことは一切感じないままに、そしてまたさっき応神天皇も言いましたけどもね、その後の仁徳天皇、雄略天皇、まああらゆる天皇がですね、あるいは聖徳太子もそうです、彼らを全部受け入れて土地をあげるんですね。だからこれはもうタコシなんて群馬県にいましたけれどね、でこのタコシ、まあ羊太夫というんで、羊っていうのはね大陸の羊ですから日本にはいなかった。それから日本に馬もいなかったんね。で馬もいないから群馬県っていうね、馬っていう群れの馬というんで、ね、群馬県っていうんですけど、あそこにいた羊太夫っていう人がね、あそこで銅を発見するんですよ、純銅をね。その銅を発見したために、要するにお金を、貨幣を作るわけね、銅で。でそれが日本のですね最初のお金なんです。ですからユダヤ人がお金を持ってきたっていうことをね、日本の銅で作ったっていうことも、これもとても重要なことで、しかしこれがですね、実を言うと羊太夫、つまりタコ羊太夫が藤原不比等というね、当時の為政者に、当時のですね朝廷の摂政一番偉い人に、これでお金を作れと、銅が見つかったんだからね。とそうするとね、ユダヤ人たちは他の国では全部お金を作るということは当たり前にやってるわけでね。しかし日本ではですね、その銅がじゃあ使いなさいって言って、せっかくこう和銅元年なんて言ってね、日本の銅だっていうことで和銅元年、そこからもうお金を使うようにっていうことを、人々にですね命令したんですけども、最初はですね物珍しさがあって、それを使おうとしたんですけども、あんまり使わないんですね。だから使った人たち、あるいはつまり貨幣を持ってる人たちに、もしそれをですねたくさん持ってれば貴族の位を上げると、15位の、地位を上げるということさえ言ったんですけれども、お金を使おうとしないんですね。で結局1世紀ぐらいで廃れちゃう。そして何を使ったかっていうと、お米なんですね。お米を見れば、やはりこれだけのものを作る、一俵を作ればね、やっぱりどのくらいに人間がそこでね労力を使ったかっていうのはすぐ分かるわけね。1年間一生懸命やったって、それがこうお米、一俵のお米だ、あるいは一石のねお米だ。一石っていうのは1年で使う食べるお米のことを一石っていうんですけど、一石という単位の方がはるかに日本ではねルフするんです。それはお金っていう抽象的なねお金ではわからないです。実際にイメージができないね。だから日本は貨幣っていうのがね、江戸時代以前はなかったで、あるのは中国のお金だったんね。だから日本は石というね、お米の単位で測ることが多い。まあ、あとは絹とか塩とかね、そういうことでこう単位を決める。つまりそこにちゃんとそれだけ労働をしたものがこう実感として形としてあれば、それがこう価値があるんだというね、そういう価値観しかなかった。だからハラリさんがですね、ホモ・サピエンス誌を書いたんで、あれとは正反対なのね。あれはまさにお金を作ったっていうことがこうね、サピエンスだっていうことを言ってますけど、日本はサピエンスがなかったってことになるわけです。まあこれはちょっと私のね、こうユダヤ的な考え方と全く違う日本のねあり方、これをねやはり述べたわけですが、それは何かというと、秦氏が確かに作ったけど、それを日本が使わないということにかえって秦氏はね感心してしまって、日本でそのユダヤ人がいるっていうことをね、だんだんともうこれはもう同化した方がいいと。でそっちの方がはるかに人間的だということをね自覚したと思うんです。ですからね、秦氏という名前が、これはもう秦氏っていえばね、もう立派なこう一族であるわけですが、どんどん名前を変えていくんですね。だからね、今までは少なくともね、16世紀にですね、イエズ使いが、つまり宣教師がね、キリスト教の宣教師がやってくると、そこもユダヤ人が多かったんですね。ところが彼らがね、前にそのユダヤ人が来たっていうことをね知らなかった。まあ知っていた可能性もないことはないんですけど、まあしかし知らなかったね。だから日本に来ても宣教してもね、キリスト教が普及しないんですよ。で普及したと思って九州の人をねこうローマまで呼んで少年施設を呼んだんです。これはまあ1583年ね呼んでローマまで導いたんですけれども、まあ残念なことにですね、このキリスト教徒が増えないし、まあちょうど江戸幕府ができて弾圧したということを言いますけれども、弾圧だけじゃなくてね、かえって日本に来た宣教師が日本にね同化しちゃって、日本でこういるようになってしまう。自分でつまり宣教師がですねキリスト教を捨ててしまって日本にいるというケースが、これ遠藤周作の小説にもあるんですね。それだけね、日本というものは今でもねキリスト教徒が 1% もいないんですよ。それは神という概念とかね、罪という現在という罪という概念がね日本には身につかない。なぜかというと、自然そのものがね日本にとっては大事だっていうことですね。でこれはねまあ面白いんですよ。「古事記日本書紀」っていうのがね日本のまあ重要な神話としてあるわけですが、これを作った人がね「稗田のあれ」っていうんです、古事記。この稗田のあれ、肌、稗田、似てるでしょ、あれ。でこれはねどう見てもねユダヤ人臭いんですね。まあこういうことはあの時代はユダヤ人ということを誰もこう意識しない。日本に来た人はみんな日本人だっていうことね思ってますからね。だから百済っていうか朝鮮から来た人は最初百済人なんて言うけれども、すぐに同化してしまいますから日本人としてしか見ない。それも何世紀も経つがもうね完全に日本人になってしまう。まあ稗田のあれっていう名前を見るとどうもユダヤ人で、ね、でこの人がね古事記を作ったわけ。大野安丸って人がねそれを記述したんですけど、喋ったのは稗田のあれ、ね、この人がねどういう人だかよくわからない今のところ。隣だって言われ隣という役割だって言われるんですけど、小いわゆる役人のね、小役人だっていうことで、役人の地位の低い役人だけでねよくわからないんです。とも私はねユダヤ人だった。それが何を書いたかっていうとね、古事記はね神がね自然を作ったと言わないんです。逆に日本その比叡山のあれはの古事記っていうのはね、最初は自然があったと、天土がねあって、その後ね神が出てきたということを言うね。御柱の神、雨の水からの主の神ね、高見結びの神、神結びの神、3人が御柱が現れたと書いてある。ところが聖書はね、ご存知のように旧約聖書はまず神がおられて、神が闇と光を作ったと。で太陽抜きですよ、太陽抜きで闇と光を作った。そして3日目にね太陽と月を作られた。自然を作ったんですよ。神が自然を作った。これが旧約。日本の古事記はね自然が神を作ったということを書いてある。これがね徹底的に違うんです。でそれを作ったのがどうもユダヤ人だ。ですからね、この頭のいいユダヤ人っていうのが日本の住んでみてですね、自然が非常に豊かだ、どう見ても自然の方がはるかに人間をね支配して、それから親しみやすくねこう自然を人間にとって素晴らしいものにしているということを感じたためにね、私はねやっぱり比叡山のあれっていうのは非常に優れたね著作家だと思うね。日本語では自然がある。で私はだからねこう自然道だって言ってるんですよ、日本はね。つまり自然の規律、太陽が昇ってですね降りる、そして四季が、日本ではね本当に四季がはっきりしてますからね。ですからこれがですねやはり日本のねこう自然のに対するこう同化っていうかね、自然に対して非常にこう人間が慈しむ。でさっきですねまさにこの聖書のですねあれが、日本っていうのはねまさにそういう国だっていうことをね、つまりこの新明記ですね中に木や石や他の神々、これに仕えると書いてある。ユダヤ人がこれに仕えると書いてあるわけですね。この不思議な言葉っていうのはまさにユダヤ人がですね今もキリストもユダヤ人、モーゼもユダヤ人、そしてマルクスもユダヤ人ね。マルクスがですね完全に宗教はアヘンだって否定してるわけですね。唯物論になってしまった。同じユダヤ人がねこういうことをね両方言うということは、ですから日本に来たらねこうヤーベの神を忘れていいわけですよ。それだけユダヤ人っていうのは頭がいいっていうか、まさにそういうねこう状況に応じて変えていく、そういうこう頭を持ってる人たちだなっていうのが分かるんです。でそれ以後ですねやはりこういうですねユダヤ人たちがいかに日本の中で活躍したかっていうのは、もう際立った人っていうのは大体ユダヤ人だっていうことが分かるね。で私なんかやせればね藤原氏っていうのは確かにね関東から来た人たち、富士山の富士ですから、あのこともみんな忘れてるんですね。富士山の富士が藤原氏の富士だ。だから関東東北の人は藤原氏なんです。だからもう東北なんか佐藤さんとかね、東っていうのは富士というね、加藤さんも東っていうのはたくさんいますからね。だからやっぱり藤原氏っていうのはその関東の人、富士の意味だって。これもね私が高天原っていうのがね日本の元凶だと言っていて、それがどこにあるかっていうのは関東東北にあるということを述べて、そういう本も書いてるんですけど、これもある意味で私、大きなねこう歴史を今書き換えつつあることの根本にあるわけですね。ということはどういうことかっていうと今までの日本の歴史はですね高間原っていうのは抽象的な天国だから、そういうところを根拠とした そこにアマテラスがおられてねでアマテラスが天孫降臨されてこう地上に降りてきたでそれが天皇になったっていうことなんですけどこの高間原っていうことを抽象的に見てましたからねだからそんなものは作り物だっていうことでね、多くの人は天皇を否定しちゃうんですよ。そういう流れの中の天皇なんていうのは嘘だという津田宗吉とかね戦後の歴史家たちはみんなそう言ってるわけで、唯物論者がですねしかしこれはちゃんとですねそれを見抜いていたのがヒエダのアレというユダヤ人だったと思うね。やっぱり最初は現実の土地天土があるところこれは太陽が昇るとこだ関東東北だったこれはもう一番東ですからね、そういうところから始まってるんだっていうことをね日枝のあれが言ってるわけでねそのことで重要なのはねヘブライ語がね日本にも 3,000 語も入ってるっていうことなんですよ。でこれをねあなたにもこの前ね研究するので協力してほしいと言ったわけでぜひねこのヘブライ語がいかにですね日本語に 3,000 語も入ってるっていうんですよ。でこれはすでにね研究されてる本もあるんですアルベルクさんしかしねこれだけはちょっと日本人じゃできないんですね。で例えばこの「書く」っていう言葉がねあるいは「取る」っていうもう基本的な言葉がね全部ユダヤ語から来てるっていうんですね。で他の国はね 3,300 語ぐらいは来てるんですよ。チュルク語とかねインドからインドの大野晋さんがね説を立てたんですけどいろんなところからね日本語はたくさんの言葉を取り入れてるんですけどこの畑氏さん畑氏がいかにこれをねうまく取り入れたかっていうことで漢字あるいはひらがな、特にカタカナですねカタカナがねヘブライ語に似てるっていうことを言う人が多いんですね。ですからねこれ私が調べただけでもね「あなたと」とかこの「書く」「取る」「住む」「リブ」ね「サム」それから「明らかなる」とかね「おしゃべり」「だべる」これは同じ「コール」が「コール」「傘」が「傘」この傘がね、これどの程度ですねヘブライ語と発音が似てるかっていうのはね、このすでにアイデルバークさんっていう方がね研究されて本が出てこのアイデルバークさんという方がね神主だ日本でね神道を勉強された方でこの方の書いたものが唯一我々の参考になるんですけどそうするとね重要なことが全部そうなんですね。で今ちょっとそのことについても論文を書こうとは思ってるんですけどもこの日本っていうのもね「日ずる国」というねでこの「日をいずる国」先ほど言ったように「新明記」がですね日本が別の信仰をする国だ自然信仰をする国だということをねすでに言ってますけれどもこういう類のものがねたくさんあるんですよ。それから「君が代」これはもうよく言うんです「君が代」をヘブライ語で読むとねこういうことになるね「立ち上がり神をたたえよ」と「君が代」で「千代にあちよにというのがね、シオンの民、神の先民と、シオン、チオニ、ヤチオニっていうのは神の先民、サザレイシノっていうのがね、こうそれ自体がヘブライ語だっていうことを言う方がいてね、これは果たして正しいかどうかですね。これは「喜べ」と「残された民よ救われよ」って、それからこの岩を地に岩をとなりて、岩をとなりてがね、神の予言はここで成就した。日本でね、神の予言が成就したって言ってるんですね。でこうなるとね、ユダヤ人と日本っていうのは、これはもうここでこそユダヤ人の理想的なね土地があるんだということを言ってることになるわけね。だからこういうことになるとね、私は今書いてるのはこれほど深かった日本とユダヤの関係っていうのを、ね、書いてるんですけど、ぜひユダヤ人の方ね、日本に来て、そして日本にこう、そうするとね、聖書に書いたことがここで実現していることかもしれないんですよ。ですからね、私はそういう意味ではね、ぜひ協力してほしいんですよ。それで日本の言葉もね、やっぱり学んでくだされば日本の言葉の対応関係が分からん。でアイデルベルクさんというのはやっぱり神道のね神社におられて修行されたから、やっぱり日本語をよく分かっておられる。こういう方が増えてほしいんですよね。そうすると皆さんがね考えていること以上に日本というものが近しいはずですし、それは特別なものなんですよね。で実際私もユダヤ人かもしれないということがあるからね。だからそれはもう本当に大歓迎なんです。だから日本に移住するっていうことだってね、かえってねかえって日本を良くするし、また同時に皆さんの考え方もね相対化できると思うね。そういう意味でね、これはぜひこれからね共同研究をやりたいし、そして同時に皆さんと同時にこう交流をしたいと。つまり実を言うとね、私に言わせれば全く対照的な2つの国民です今は。でまずユダヤ人っていうのは今グローバルユダヤでね、まさにこうナショナルイズムを否定してしまうわけでね。ですから左翼の人は非常にそれが多いんです。この前の学会に出てもね、こういうことを言ってもこうほとんど関心を持たないユダヤ人が多いんですね。しかしですね、実際はもう今そういう考え方はね、マルクス主義のある種の崩壊があって、グローバリズムが失敗している、中国とともに失敗したっていうことがあるね。だからマルクス主義そのものも共産主義そのものもユダヤの考え方ですから、それもね今ソ連、中国がね失敗してるっていうことが分かるんで、ぜひですね新たに日本を見直すという機会をねこれから出てくると思うんで、ぜひこの共同研究に特に若い人がねやっていただけると、私としてはこう、ヘブライ語あるいはそのユダヤということのね重要さが日本の中にいろんなところに残っていること。お祭りなんかはね、お祭りは我々はみこし担ぐんですよ。あれがアークでね、アークから来たんだ。つまり皆さんがねこう三種の神器を持ってこう運ぶ、そういうこのユダヤ人の歴史から来てるし、神社の形もね幕屋っていうこう遊牧民族がねこう果たしとしてあるいはユダヤ人として動く時にも十二支族がねやっぱりそういうものを作ってるんですね。だから神社の原型もどうもユダヤ人が作った可能性があるわけでね。でそういうことを共同研究をするっていうことをねぜひやってほしい。で私も若いように見えますけど80なんですね。ですからまだまだこれからですね、若い人がどんどんやっていただかないと、もうさらにこうやるべきことが多いんですよね。そういうことがね、私の願いであるわけです。そういうことでね、日本というのはこういう今このまさにこの埴輪のですね存在によって大きくですね歴史が変わろうとしているんで、これについてもユダヤ人の非常に大きな貢献があったということね。そしてこの畑川勝というのが実を言うとですね、神道をね新たに作っていくんです。これそっくりでしょう。これ別人なんですよ。これはね、松尾大社の神様の像なんです。これは畑川勝そのものなんですね。よく似てるんですよ。これはどういうことか。この畑川勝というのは実を言うとですね、神像になるんです。神の像になる。つまりそれだけ畑氏がね尊敬されるってことで、私はね、松尾大社っていうのを皆さんユダヤ人イスラエルの皆さんがね、ぜひ日本に来たら松尾大社に行かれるという、自分たちの姿が心臓になってるっていうことが分かる。これについてはね、まだ論文をしっかりと書いてないのでね、一つの仮説としてお話ししますけれども、これはね松尾大社、実を言うと私の名前はね、父の名前は松尾なんです。私は自体は田中なんですからね、松尾っていうのは実を言うと松尾大社、つまりこの松尾氏族っていうのはこの系統なんですね。ご覧になってください。ちょっと日本人と違って鼻が高いですよね。で2代3代になると目がね日本化していくんです。でこのユダヤ人のね顔も目がねもうすでに日本人の目になってる。ですからこれは日本に来ると穏やかになるっていうことなんですね。目がいかつくならない。こっちはまだ来たばっかし、来たばっかり23代経ってるでしょうか。目がいかついんですけど、しかしもう目が大体こういうね東洋人の目になってる。しかし顔は厳しいですよね。でこういうなってユダヤ人たちが日本にですねどんどん同化していく。そして日本を、ある意味で、引っ張っていくのは天皇家、つまり関東東北から来た人たちが藤原家、物部氏系のねそういう人たちとして引っ張っていくわけですが、皇族となるとね関西も入ってくるし、ですからそういうことになってきて、そこをね常にいずれにしても少数派ですからね畑氏はね、現在の世界におけるユダヤ人の方々、ユダヤ人の人たちはやっぱり少数派で、そして同化してしまうとねユダヤ人であることを忘れてしまうので、そういう意味では数としては表にだって少ないですけれども、しかし血の中に 40% がね畑氏がいるという、そういうことがあるんでね、これこそやっぱり我々は注目すべきだと思うんです。いずれにしてもですね、これから私の研究もこういう要素がいかに日本人を豊かにしていくかで、日本人がまたそれを活用していくか。縄文の時代にもはるかにユダヤ人が来る前、畑氏が来る前にもうすでに日本人は平和な国であるということが確立していましてね、で自然信仰、自然道っていうのがあったわけで、そこにこういう方々が来た、こういうね新しい要素を持って、で巨大な古墳を作る、前方後円を作ったり、巨大なですね寺院を作る、お寺もですねどうも彼らがね建築をした、それだけユダヤ人というのは臨機応変の建築をする技術をねエジプトやローマやねから持ってきてくれる、そういう技術をね、フリーメイソンですよね、そういうメイソンの役割を日本でもしている。まあこういうことでね、まあ、私はこれから日中のこう文化のねこう融合とその見事なこう日本での開化っていうもの、まあ、これは一見日本っていうものがね韓国中国風に見えるかもしれませんけれども、本質的にはそこになぜ日本だけがね G7 に入ってるかっていうことです。やっぱりそれはもう日本っていう西洋も理解している、ユダヤも理解しているっていうところがあるからこそですね、それだけまあ白人以外の唯一のこう、まあ、G7 に参加しているという、まあ、そういうこともこう言えるだろうと思うんですね。まあ一応そういうことでね今日のお話は終えておきます。どうもありがとうございました。